横、久米勝人は、日本の弁護士、タレント、税理士、元政治家、元衆議院議員、血液型 B 型。公益社団法人日本権保存会顧問弁護士、愛知県豊田市出身。父、勝次は、トラック運転手。東京大学法学部に入学し、奨学金とアルバイトで学費をまかない。 2005年に卒業、司法試験に合格した。2006年、富士テレビ系恋愛バラエティ番組、愛のりに出演。ニックネームは、総理。番組中では、異中の女性の過去を執拗に詮索したこともあり、正式な告白前に振られるという、前代未聞の告白失敗を経験した。その後、改めて告白し、共に、日本へ帰国する。 航空券を渡したが失敗した。当初は、距離の愛知県からの出馬を模索し、2007年11月に、自由民主党の愛知2区と愛知5区の公募に応募。面接では、自民党を変えていかなければいけない、若い力を活かすべきだと訴えたが、この時は線に漏れた。引き続き政界入りを視野に、弁護士仲間と参議院を見学した。 蔡の案内役であった、柳瀬進を通じて、民主党の公認を得た。2009年の第45回衆議院議員総選挙で、神奈川県第11区から立候補、自民党の小泉晋次郎の強固な地盤を崩せず、54,262票差の大差で敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活当選した。 衆議院議員総選挙を控えた同年5月、横須賀市内の祭りで自民党の立候補予定者だった小泉晋次郎に声をかけ握手を求めたが無視された動画が YouTube で25万回再生された小沢一郎の資金管理団体をめぐる陸産会事件に関しては2010年1月18日にテレビ出演した際、現時点では 説明責任を果たしているとした上で国民の納得が得られるまで説明を重ねるべきだと述べた。この発言について翌日の民主党国体全体会議後に国体幹部から出席を受けた。同年5月11日の民主党大議士会で小沢幹事長と執行部に対する発言をすると予告していたが 発言機会を与えられながら結局何も発言しなかった。その後、報道陣には私の思いは変わっていないが、諸先輩方や地元、横須賀の人々のアドバイスに従い、叱るべき時に、叱るべき方法で行動できるように準備していると、撤退理由を語り、圧力がかかったのかという質問に対しては、言っていることはわかるが、先に、 街頭やメディアで言うのは問題がある。もっと違うやり方があるのではといった建設的なもので圧力はないと否定した。2010年9月の民主党代表選挙では菅直人に投票した。2011年5月20日、民主党幹事長の岡田克也に会い、離党届を提出したが受け取りを断られたために持ち帰った。 同月24日に記者会見を開き、離党の意向を公表するとともに、民主党のあり方について批判を展開した。離党届は受理されず、遺留され続け、6月2日、官内閣不信任決議案の採決で、松木健康とともに賛成票を投じ、除籍された。その翌日、テレビ番組において、菅総理は、目処をつけたら、 辞めなくてはならず、目途をつけなければ辞めずに済む。自己矛盾した内閣、と批判した。2011年7月、選挙区を神奈川11区から、菅直人の選出選挙区である、東京18区に変更することを表明。2011年8月30日の、衆議院本会議における内閣、総理大臣指名選挙では、自分自身に票を投じ、 一票を得ている。改革の指示結成から現在まで2012年2月中に国政政党、東京地域政党、世代政党を目指した新党を立ち上げを表明し、2月11日に改革の指示を設立して代表に就任した。党の活動は基本的にインターネット上で行うとしており、党のフェイスブックページのいいねを押したものを 通常の政党における党員にあたる同志とカウントするとしている。2012年7月19日、民主党を離党していた木内高種、中島正樹と共に委内会派、改革無所属の会を結成した。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では無所属で東京18区から立候補したが落選した。なお落選後は、 改革の死史名義の活動はなくなり、改革の死史は事実上の休眠状態に入った。2016年、第24回参議院議員通常選挙で、東京都選挙区において、無所属で立候補し、31万133票を得たものの落選。7月11日、自身のブログにて、政界からの引退を表明した。ありがとうございます。